私は今鹿児島県を走っている国道3号や国道10号における改築工事の発注のための資料作成や設計の確認を行ったりしています。また事業を進める上で必要な関係機関との調整を行ったりしています。工事をする際にどうしても現地条件の変更等により設計段階では予測しきれないような問題が発生することが多々あります。その時に工事の進捗を止めずに設計コンサルタントや受注者と知恵を出し合い解決していくことが一番難しく、我々技術者としても一番やりがいを感じます。私が中学3年生の頃に平成24年の九州北部豪雨を経験いたしました。その際に私のクラスメートだった子の自宅が半分ほど浸水するという経験をしました。その時に最前線で河川の復旧工事等を行っていたのが国土交通省九州地方整備局でした。私も災害の最前線で働きたいと思ったのがきっかけです。最初はとても硬い印象だったんですけど、意外と入ってみると全然そんなことはなく、疑問に感じたことやわからない点を上司に気兼ねなく相談ができ、周りの方々も柔らかくてとてもやりやすい職場環境だと思います。私は育児休暇を取ったんですが、しっかり引き継ぎをさせていただき、約1ヶ月間の育児休暇をストレスもなくスムーズに取得することができました。成長を家族全員で見守ることができたのが一番良かった点かなと思います。自分が携わった設計や工事が形となり地図となって、地域の方々をはじめ多くの方の役に立てることが一番のやりがいを感じています。九州全域の社会資本の整備をできるのはこの国土交通省九州地方整備局しかありません。ぜひ皆さんと人々の笑顔を増やしていければなと思っております。今自分は立野ダム工事務所の調査設計課で働いているんですけど、業務のスケジュールの管理とかだったり、設計書を作るときはその自分のパソコンで作業したり、現場に行くときは立野ダムの周りの生態系の調査でそのコウモリだったりそのクマタカが実際に、ダム建設の影響なく暮らしているか、ダムの計画や運用に関わるその水質や水門の観測とか、立野ダムの堤体がきちんと工事されているか、ダムの岩盤が正常かどうかみたいなのを、基礎地盤検査とかも、勉強中でありますがすることは多いです。大学時代にですね、九州地方整備局の、リクルート説明を、受ける機会があってですね、その時にその規模の大きさだったりその幅広い仕事内容、あとそれと大学では、農業土木という分野を専攻していました。九州地方整備局に近いものかなというのがあって、こちらを志望しました。入ってみたら、その実際はそのもちろん土木の知識っていうのはやっぱり必要なんですけど、それ以外にもその幅広い知識、その大学では勉強しなかったような知識が問われる場面がすごい多いなと日々実感しております。仕事をやっていてわからないこととかは気軽に教えてくれる上司とかだったり相談に乗ってくれたりするので、職場の雰囲気はすごいいいなと思っております。休日は、阿蘇とか自然がすごい、素晴らしいので、キャンプをしたり山登りをしたりして過ごしております。自分の今やっていることがその誰かの命を救うことだったり、これからも有効に使われていくものを作っているっていうのがすごい大きな使命感でもあり、やりがいを感じています。これからは ICT 土木が主流になっていて、若い世代が活躍するチャンスがものすごくあると思います。これから九州地方整備局を目指す皆さんは、若い自分と一緒にぜひ九州を一緒に作っていきましょう。